はい、どうも皆さん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、三井住友カード CL 誕生ビザナインペイクレジットカードの新カード、カードレスラインクレカも登場ということで、今回は三井住友カード関連に関する情報ですね。この動画では三井住友カードから登場した新たなカードの解説、そしてビザナインペイクレジットカードの新しいカードについてお伝えします。これまでと少しだけ違うところがありますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうそれではですね、今回三井住友カードが発表されたカードがこちらなんですけども、デジタルファーストの新スタイル国内初カードレスということで、三井住友カード CL っていうカードレスのカードが誕生しました。こちらのカードなんですけども、三井住友カードナンバーレス NL のカードにほぼほぼちょっと近いかなというふうに思います。ですけども、少しだけナンバーレスとはちょっと違うので、こちらも含めてお伝えします。ではですね、本日発表された情報をそれぞれ見ていきましょう。国内初デジタルファーストの新スタイル三井住友 カカードカードドレスを10月4日日に発発行行開始とといいうこででで本日より発行ができるみたいです今回ですね、この三井住友カードからビザブランドのクレジットカードとしては国内初となるプラスチックカードが発行されないモバイル端末専用のカードレスカード三井住友カード CL の提供を開始いたしますということでございます。なんかだいたいこれまでの傾向的には何かしらのバーチャルカードとかが発行された後にプラスチックカードが出てくるみたいな感じのこともちょくちょくあったと思うんですけども今回は その逆パターンっていう感じですね。バーチャルカードのみみたいな感じっぽいですよね。で、今回ですね、三井住友カード以外にも、モバイルペイメントの大手、l i n e p a y においても、本日よりビザラインペイ、v i s a l i n e p a y クレジットカード CL、カードレス LINE クレカの提供を開始いたしますと、これ後ほどお伝えします。今後、国内エアライン大手 ANA と発行する ANA カードにおいても、本サービスの導入の検討を開始しておりますので、合わせてお知らせいたしますということでございます。今現在出てる情報はね、今回の三井住友カードの CL と、v i s a l i n e p a y クレジットカード CL この二つの情報が今現在は出ております。このページの中には、まあキャッシュレス、ビザタッチが普及してきましたよっていうことであったりとか、あとは三井住友ナンバーレスめちゃくちゃ流行りましたよねっていうのと、 あとは、ゴールドカードも誕生しましたよね、っていうことが書かれております。そして今回のカードレスのことについて増えてるんですけども、三井住友カードでは、この時代に即したデジタルファーストのご利用の流れを組み、新たなキャッシュレスエクスペリエンスの一つとして、プラスチックカードの発行を行わない、カードレスの使用の三井住友カード CL をご提供いたします。例えば、スマートフォンからの申し込み後、最短で5分でカード番号を発行できると、そしてすぐにインターネットでお買い物ができるほか、Apple Pay といったモバイル決済サービスに登録 することでビザのタッチ決済などで店頭でのお買い物も即時で可能となりますと結構ここら辺に関してはナンバーレスと似てますよねプラスチックカードの発行がない最も身柄な新スタイルとなっております時代の変化に対応した新サービスキャドレス の世界をお楽しみください。ということでございます。まあ、なんか、三井住友カードって、毎回毎回こう、新しいっていうか、パルテノン神殿からガラッとデザインを変えて、ま、今みたいな、近未来みたいなデザインになってから、ま、今回の、ま、ナンバーレスであったりとか、ゴールド、そして、CL、カードレスっていう感じでね、ま、若干こう、クレジットカードのね、時代を作るっていうと、言い方変かもしれないんですけども、なんか、そんな感じの傾向にもありますよね。カードの情報なんですけども、本当ナンバーレスとそっくりで、三井住友カード CL、箱ブランダービザマスター、 個人カードのみ。で、家族カードも発行できまして、年会費が永年無料。で、家族カードも無料と。で、ポイントの還元率なんですけども、V ポイントが200円で1ポイントつきます。通常のお買い物は0.5%還元なんですけども、バナナ11、ファミリーマート、ローソン、マクドナルド。まあ、こういったところでタッチ決済したら最大5%の V ポイントの還元を受けることができると。まあ、こちらのページにもね、いろんな詳細は出てはいるので、気になる方は見ていただければと思うんですけども、まあ、今回のね、この VisaTouch とマスターカードコンタクトレス決済。まあ、これに関したら、まあ、Apple Pay では利用できるということではあるんですけども、 Google Pay では設定できないと。Android を持ってる方はネットショッピングだけが利用できるということですので、ちょっとこれに関してはちょっと気をつけないといけないところかなと思います。で、画面下に下がったらね、先ほどお伝えした5%還元も受けることもできますし、ここにも出てるように、クレカ積み立ても対応してると。で、たまった V ポイントは V ポイントアプリでも使うことができるので、まあ、基本的にはナンバレスと同じところが多いですよね。で、一応新規入会で5,500円相当のプレゼントキャンペーンも行ってるみたいです。で今現在、10月4日時点ではポイントサイトにはまだ出てはなかったですね。ちなみにですね、一応 のよくあるご質問のところで、ちょっと見ていただきたいところがあるんですけども、ここで,ですね、すでに三井住友カードを持っていますが、三井住友カード CL を追加で申し込みできますかというところで、一応申し込みはできるみたいです。ナンバーレス持ってたりとか、ゴールドナンバーレス持ってる方も追加で申し込めるということですので、特に必要性は感じないとは思うんですけども、一応発行はできるみたいですね。で、カード番号とかセキュリティコードに関してはこれまで通りね、V パスアプリで確認ができたりですとか、ちなみにもしですね、三井住友カード CL を入会した後は、カード自体はですね、自宅に 届かないんですけども、カード番号が記載された台紙が後日郵送となるということですので、これに関してはしっかりとね、受け取って、まあ、保管しておく必要があるかなと思います。 ま、今お伝えしたこちらのね、三井住友カード CL に続きまして、まあ、タイトルにもお伝えした、ビザラインペイクレジットカードの新カード、カードレスラインクレカというものですね。まあ、こちらに関したら、ラインペイの公式ブログのところで更新がされておりましたので、まあ、一部ね、見ていただきたいと思います。さらに安心で便利なカードレスラインクレカが登場ということで、こちらも先ほどと同様に、プラスチックカード発行不要のカードレスのタイプのビザラインペイクレジットカードでございます。まあ、一応ですね、カードレスラインクレカについてはこのように出ております。カード ラインクレカはラインクレカビザラインペイクレジットカードのプラスチックカード発行不要のカードレスタイプのクレジットカードですとスタンダードタイプのラインクレカ同様カードショッピング時はラインポイント2%還元の高還元率のほか初年度年会費が無料のお得な特典がご教授いただけますと本当にビザラインペイクレジットカードのプラスチックカードがもうないバージョンみたいなものですね還元率も2022年の4月30日までは4%それ以降に関してはまた発表があるみたいですねで気をつけないといけないのは普通に2%還元なんで。 ですけども、チャージペイっていうスマホ決済の LINE ペイとくっつけて決済する場合に関しては0.5%還元になるんでまあ、これはねこれまで通りちょっと注意が必要ですねで年会費についても2年目以降年1回以上ですね利用したら年会費無料になりますちなみにこのカードレス LINE クレカのメリットということでまあ、これは今回のこのカードレスほとんどに言えるところではあるんですけども プラスチックカードが発行されないため、お財布だけではなくて、プラスチックカードの持ち込みも、持ち運びも不要となり、紛失の心配もないと。カード番号や有効期限など、大切な情報は VPAS アプリで一括で管理できて、必要な時だけ表示できるので、スキミング防止にもなると。また、スマホ一つでカードの管理からお買い物もない完結できます。スマホの生体認証や、パスコードの入力機能と組み合わせると、なり済まし防止にも有効で、さらにご安心してご利用いただけますということでございます。結構これに関してはね、まあ、いろんな意見も正直出て くるのかなと思っておりますでですね、この画面の FAQ のところなんですけども、カードレスラインクレーカーについては、一応 Apple Pay では使えるんですけども、Google Pay では使えませんので、ここはちょっとまた注意が必要ですね。で、こちらもですね、先ほどの三井住友カードと同様に、プラスチックカード発行されないんですけども、カード番号が記載された台紙が後日届くみたいです。そしてもう一つここもありますね、プラスチックタイプのクレジットカードからカードレスタイプのクレジットカードに変更はできますかということで、三井住友カード会員向けのインターネットサービス VPAS 上でお手伝い 手続きできるみたいですね。変更の際、新しいカード番号になるため、変更後カードをご利用になる前に必ず line Pay アカウントへ visa、line Pay クレジットカード、line クレカをご登録の上、ご利用ください。ということでございます。一応、手順もここにクリックしたら出るみたいですね、まあ。おそらくね。プラスチックカードがあった方が個人的には結構楽なところではあるので、もしこうしたいっていう方は一応参考にしてみてください。ちなみに、このねカードレスラインクレカについてもリリース記念キャンペーンということで、最大6000ポイントラインポイントがもらえる。キャンンペーン ペンドラがあります。新規入会で4000ポイントをゲットできて、あとはマイペースリボっていうまあリボのサービスを使ったので2000ポイントゲットできるんですけども、あまり個人的にはこれはおすすめはしません。ちなみにこのカードレスラインクレカについてはポイントサイト今現時点では出てなかったですね。まあ、今お伝えした内容を踏まえてなんですけども、今回新登場したこちらの三井住友カード CL とカードレスラインクレカ、まあ、これらのカードは実際にどういった人がおすすめになるのかっていうことになってくるんですけども、すでにね、もうビザのエペクレジットカードを持ってる方であったりと。 かナンバーレス三井住友ナンバーレス持ってる方はそんなに必要性はないかなと思うんですけどもまだその2枚持ってない方であればこの3つに該当する方がいらっしゃればまあ、発行してもありかなとは思うんですけどもまあ、先ほどお伝えしたねことと被ってくるんですけどもセキュリティ面が気になる方ということでまあ、いわゆるまあ、先ほど出てたあのスキミング防止ですかね実際に手元にカードがないためカード番号が相手に知られるっていうのはやっぱりその嫌っていう方も中にはいらっしゃると思うんですけどもまあ、それがちょっと気になる方は今回のカードレスって というのはまあ、ありなのかなと思います。で、次二つ目は、欲で。 物を落とす方ということですね。まあ、どっちにしてもスマホを落としたらそれで終わりなんですけども、もうお財布をよく落とすとか、ちょっとカードがどこかにお出かけしてるとか、もうそういった方はね、このカードレス、まあ、結構適してるものなのかなというふうに思います。僕はあまりどちらかというと物を落とすタイプ、物をなくすタイプじゃないので、まあ、そこら辺は個人的には大丈夫かなとは思ってるんですけども、よくね、紛失することが多いって方は、ま、あこれはありなのかなと思いますね。そして三つ目は、カードを持つのが面倒という方ですね。まあ、時代の傾向的に、ま、あミニマルみたいな感じ の生活をしている方も結構増えてきてるような感じではあったりするのでまあ、スマホ一つでまあある程度のことを管理されたい方はまあ、このカードレスはありかなというふうに思いますそしたら今回お伝えしたことをまとめていくと三井住友カード CL カードレスについてはまずはこちらですね名称が三井住友カード CL ブランドは VISA マスターカード限界費は A で無料で還元率は0.5%還元200円で1ポイントの V ポイントをゲットすることができますそしてコンビニ大手3社プラスマクドナルドでタッチ決済を行うことで5%還元を受けることがで できるんですけども補足として Google Pay への設定はできませんなので Android の方はネットショッピングのみ一応利用はできるみたいなので もし発行される際はですね、そこは気をつけてください。続きましてこちら、カードレスラインクレーカーについてですね。ブランドはビザ年会費は一応税込みで1375円かかるんですけども、ね、1回利用することで無料になります。還元率は2%還元ということではあるんですが、こちら来年の2022年の4月30日まででございます。そして、ラインペイのチャージペイを使う時の還元率は0.5%還元になるため、そこはちょっと気をつけてください。で、補足なんですけども、ポイント付与対象外っていうのもあるので、もし発行される方は事前に、 確認をすることをお勧めします、まあ、ここ最近ではねキャリア決済ソフトバンクワインバイルまとめて支払いとか au 簡単決済とかそういったものに関しての還元率っていうのがこれまでついてたんですけども0%となったのでまあ、そういったものはあったりするんで必ずここに関しては確認をしていただくことをお願いします一応リンク貼っておきますまあ、そんなこんなで今回は三井住友カードから新たに出てきたカード三井住友カード CL とカードレスラインクレカについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、正直なところですね まあ僕はこちらの物理カード、ビザラインペイクレジットカードとナンバレスに関したら2枚ビザとマスターを持ってはいるんですが、今回の発表に関したらこのカードを持っている方はあまりね、発行する必要は本当にないかなというふうに思ってます。ですけども、やっぱりちょっとセキュリティ的に気になるなっていう方とか、ちょっとカード紛失するの怖いなっていう方がいらっしゃれば、発行する価値はまあありかなと思います。もう本当ね、時代の傾向的にまさか物理カードをなくしてくるっていうふうには思ってなかったので、個人的には本当に意外でした。まあぜひですね、今回のこのカードを新しく でで登場ししたここととによってて何か思うことがあればすすねコメントをおお待ちしておりますで今回お伝えさせていただいた2枚のカードについてのリンク概要欄貼っておきますんで、またね、こちらも気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました